サステナブルな社会への対応、少子高齢化に伴う人手不足や熟練技術の継承など、製造業が直面する課題を解決するには、あらゆる情報をデジタル化し活用していかなければなりません。三菱電機の e-factory は、これまで人が行ってきた作業や調整を AI やロボットが代行支援し、デジタルトランスフォーメーションを可能とした生産性向上と付加価値の創出をもたらす未来のものづくりを実現します。さあ、これから始めてまいりますが、皆様どうぞ今一歩二歩前の方へお越しいただいてご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、 e-factory は IoT を活用し、人が AI やロボットと協働することによって人手不足を解消し、付加価値の高いものづくりを実現します。 5G 時代の産業用オープンネットワークが工場全体を網羅し、あらゆる情報がセンサーと IoT を通じてデジタル化されます。そしてクラウドやエッジコンピューティングに集積したデータを AI が解析し、生産現場へとフィードバック。作業員は常に最適化された情報を即座に活用することが可能になります。これまで人が行ってきた情報の入力や分析、手作業を AI やロボットが自動的に行うことで、作業員は日々のオペレーション業務から解放され、付加価値の高い仕事に専念できるようになります。さあ、それではこのデジタルトランスフォーメーションによって、ものづくりというものはどのように変化していくのでしょうか。ハイブリッド 5G が個別の生産現場からバリューチェーン全体までをつなぎ、 AI が流通や経済など刻々と変化するリアルタイムな情報をデータベースと照合しながら最適な生産計画を提案します。そのため、例えば突如生産ラインの能力の拡充を要請された場合においても、 AI のサポートによって計画の見直しが容易となるのです。そして工場内の情報をすべてデジタル化し、生産現場を再現するデジタルツインによって、将来的な生産予測に基づくライン設計を行うことも可能になるのです。さあ、一方で熟練技術を必要とする複雑で繊細な作業の継承には、ロボットや装置に AI を搭載させることで解決できるようになります。最初に人がティーチングをすることで、 AI が自らの動作を分析し自己学習するようになります。また作業エリアを監視しながら、ロボット自身が判断し作業をすることで、人が安心してロボットと協働できる工場を実現します。そして匠の技術のデジタル化によって、常に最適な加工状態を AI が学習しながら維持し、生産性向上と作業の効率化を両立します。さらに AI がセンサーデータを解析し学習することで、異常を予知できるようにもなるのです。しかもメンテナンスに必要な部品も即座に自動発注し、調達が可能になります。止まらない三菱電機のスマートファクトリー。 e-factory はバリューチェーン全体の最適化を促し、デジタルトランスフォーメーションを可能にしてまいります。また e-factory アライアンスによるパートナーエコシステムによって、人、ロボット、AI が高度に連携した未来のものづくりを可能にし、ソサイティ 5.0 の実現を目指してまいります。コネクトエブリシング e-factory。 三菱電機はスマートファクトリー実現のため、皆様を強力に支援してまいります。どうぞご期待ください。さあ、それではこの後はこちらのメインデモ機、
そしてブース内にございますソリューションデモ機をごゆっくりとご覧ください。ありがとうございました。